睡眠導入、ウマ娘育成で悩んでる。大丈夫。優しい癖論で、ストレスから解放。ウマ娘の育成で、なかなか思うようにステタスが伸びなくて悩んでいるあなた。夜も眠れないほど、いい癖に熱中している人もいるのではないでしょうか。私もかつては、ステタスの大ぶれに一喜一憂し、トレーニングの選択に頭を抱え、いやも眠れない日を送っていました。でも大丈夫。この動画では、私が長年の育成経験から得た、優しい癖論をわかりやすく解説していきます。難しい用語は一切使わず、誰でも理解できる言葉で説明するので、過信してみてください。例えば、どのトレーニングを選べばいいのかわからない。ステタスの上振れが不安、背にの馬を育成する意味、かわからないなど、多くの悩みを持つトレーナーさんがいると思います。この動画では、そんな悩みを解決するヒントをたくさんお伝えしていきます。具体的な育成方法はもちろん、メンタル面についても触れていきます。ウマ娘は、育成ゲモでありながら、自分自身と向き合うゲモでもあります。時にはうまくいかず、ストレスを感じることもあるでしょう。でも、焦らずマイペースに、自分だけのペースで育成を楽しんでください。この動画が、あなたの育成のヒントとなり、より一層、ウマ娘の世界を楽しめるようになることを願っています。さ、一緒に穏やかな気持ちで、ウマ娘たちの育成を始めましょう。視聴者の声。今まで育成に悩んでいましたが、この動画を見て心が落ち着きました。優しい語り口調で、安心感があります。具体的なトレーニング方法だけでなく、メンタル面にも触れてくれて、とても参考になりました。星二の馬を育成する意味がわかりました。これからは、育成を楽しもうと思います。関連動画。ウマ娘睡眠導入。最強ウマ娘育成法。ウマ娘昇進者必見。優しい癖ガイド。ウマ娘ストレスフリー育成。ポジティブ思考で勝利つかむ。睡眠導入、ウマ娘育成で悩んでいるあなたへ。穏やかな気持ちで、最強ウマ娘を育成する方法。ウマ娘の育成って、難しいよね。特に新シナリオは、ステータスをバランスよく伸ばすのが大変で、なかなか理想のウマ娘に仕上がらないこともしばしば。全競技全勝を目指したいけど、なかなかうまくいかない。スピードと根性を伸ばしたいけど、どちらを優先すればいいの。育成で上振れが来なくて、なかなか強いウマ娘が作れない。そんな悩みを抱えているトレーナーさんも多いの。ではないでしょうか。でも大丈夫。この記事を読めば、穏やかな気持ちで、最強のウマ娘を育成できる方法がわかります。今回は、ウマ娘育成で悩んでいるトレーナーさんに向けて、リラックス効果の高い育成方法を伝授します。まるで、優しい音楽を聴いているような、穏やかな気持ちで育成を進められるテクニックを紹介していくので、ぜひ、最後まで読んでみてね。一焦らないこと、それが一番大切。まず、大切なのは焦らないこと。ウマ娘の育成は、短距離や中距離、長距離など、様々なレースに挑戦できる楽しみがある一方で、ステータスを、バランスよく伸ばすのが難しいという側面も持ち合わせています。すぐに結果を求めず、穏やかな気持ちで、じっくりと育成を進めていきましょう。二、理想のウマ娘像を明確にする。育成を始める前に、どんなウマ娘を作りたいのか、明確な目標を持つことが、重要です。例えば、スピードとスタミナを、極限まで高めて、短距離レースで勝利したい。
根性と賢さを重視して小距離ネスで勝ち抜きたい。すべてのステータスをバランスよく伸ばして、どんなレスにも対応できる万能な馬娘を作りたい、など具体的な目標を設定することで育成の方向性が定まり、迷いが減ります。3、サポートカードの組み合わせを屈する。サポートカードは馬娘の育成に欠かせない存在。適切なサポートカードを選ぶことで育成を効率的に進めることができます。例えばスピードとスタミナを重視するなら、スピードとスタミナを上げる効果を持つサポートカードを組み合わせるのが有効です。また根性と賢さを重視するなら、根性と賢さを上げる効果を持つサポートカードを組み合わせましょう。サポートカードの組み合わせによって育成の効率が大きく変わるので、いろんな組み合わせを試して自分に合った組み合わせを見つけてみてね。4、育成メントを意識的に選択する。育成メントでは馬娘のステータスやスキル、ハンレベルなどを上げることができます。イベントを選択する際には育成目標を意識して、必要なステータスやスキルを伸ばせるイベントを選びましょう。例えばスピードを重視するなら、スピードアップイベントを選択したり、賢さを重視するなら賢さアップイベントを選択したりするといいでしょう。5、休息も大切。育成に集中しすぎて疲れてしまうことも。疲れている時は無理せず休憩を取りましょう。音楽を聴いたり、散歩に出かけたり、好きなことをしてリフレッシュするのがおすすめです。特に楽しむことを忘れずに。馬娘の育成は楽しむことが一番大切。レースに勝つことだけが目的ではありません。好きな馬娘を育成し、彼女たちと共に過ごす時間を楽しみましょう。7、穏やかな気持ちで育成を楽しむ。この記事を読めば、きっとあなたも穏やかな気持ちで育成を楽しめるようになるでしょう。焦らず、自分のペースで理想の馬娘を育成してください。そして育成を通して馬娘の世界をもっと深く楽しんでくださいね。ミンドニュ、馬娘育成で心が安らぐ優しい育成論。こんばんは。そしてお休み前のあなたへ、今日の夜は馬娘の世界に少しだけ足を踏み入れて、心穏やかに眠りに落ちてみませんか。育成馬娘の画面に映るあのキラキラと輝く金色のスチ、あれを見るたびにあなたはどんな気持ちになるでしょうか。もしかしたらレースで勝利した時の高揚感、あるいは努力の結晶が目に見える喜びを感じているかもしれません。あるいは育成中の馬娘の成長を見守る優しい親心のような気持ちを抱いているかもしれません。私も馬娘を育成するとき、その輝かしい成長に心から喜びを感じます。でも同時に育成中に生まれるような悩みや疑問もきっとあなたも抱えているはずです。評価って一体どんな基準で決まるの。サポーカの組み合わせ、これで本当にいいのかしら。育成シナリオ、どれを選んだらいいのかな。そんな日の育成の中で生まれた疑問を一緒に紐解いていきましょう。難しい言葉は使わず、まるで優しいお友達と語り合うようにゆっくりと丁寧に説明していきます。あなたの心が安らぎ、穏やかな眠りに誘われるような、そんな時間になれば幸いです。さ、一緒に馬娘の世界へ。育成馬娘の詳細。育成馬娘の詳細画面には様々な情報が詰まっていますね。ステータス、スキル、そして育成目標。これらの情報を読み解くことで、あなたは
より深く、ウマ娘の育成戦略を理解することができます。例えば、ステータス画面には、スピード、スタミナ、パワー、根性、賢さ、そして有効度が表示されています。これらのステータスは、レスでのパフォーマンスに大きく影響します。スピードが高いウマ娘は、スタートダッシュや、直線での追い抜きによりです。スタミナが高いウマ娘は、長距離レースで力を発揮します。パワーが高いウマ娘は、コーナーでの安定感に優れています。根性が高いウマ娘は、厳しいレース状況でも諦めずに走り続けます。賢さの高いウマ娘は、レース中の状況判断に優れ、有利なポジションを確保できます。有効度が高いウマ娘は、トレーニングの効果が高く、成長を促進します。これらのステータスを理解し、育成目標に合わせて、バランスよく育成することが、勝利への近道です。育成目標について。育成目標は、育成の最終目標であり、目指すレースや目標達成によって、ウマ娘の成長に大きく、適応します。例えば、あなたが1レース優勝を目標にしている場合、スピード、スタミナ、パワー、根性をバランスよく、育成する必要があります。一方、クラシックレース制覇を目標にしている場合は、スピードとスタミナを重点的に育成する必要がある。でしょう。育成目標によって、必要なステータスやスキル、そして育成方法が変わってきます。自分の育成目標を明確に定め、それに合わせた育成戦略を立てることが大切です。強化について。強化は、育成が終了したウマ娘の実力を示す指標です。強化が高いほど、育成されたウマ娘の能力が高いことを示します。強化を獲得するためには、高いステータス、強力なスキル、そして育成目標の達成が求められます。具体的な基準は公開されていませんが、高いステータスと強力なスキルをバランスよく育成することが、強化、獲得への鍵と言えるでしょう。育成シナリオについて、育成シナリオは、ウマ娘の育成ストーリーであり、ストーリーに沿ったようなイベントが発生します。イベントの内容や発生する時期は、シナリオによって異なります。それぞれのシナリオには、コナキャラクターやストーリーが用意されており、育成の楽しみを深めます。育成シナリオを選択する際は、自分の好みや育成目標を考慮することが大切です。例えば、あなたは、歴史的なメバの物語に触れたいのか、それとも、オリジナルストーリーを楽しみたいのか、あるいは、育成目標を達成するために、効率的なシナリオを選びたいのか、あなたの好みや目標に合わせて、最適なシナリオを選び、育成を進めていきましょう。サポーカーについて。サポーカーは、ウマ娘の育成をサポートする、重要なアイテムです。サポーカーには、様々な効果があり、ウマ娘のステータスやスキル、そして育成効率を向上させることができます。例えば、スピードアップ効果のあるサポーカーは、スピードステータスを効率的に向上させます。スキルアップ効果のあるサポーカーは、レースで有利なスキルを取得しやすくなります。育成効率アップ効果のあるサポーカーは、トレーニングの効果を高め、短期間で育成を進めることができます。サポーカーの組み合わせによって、育成効率や育成結果が大きく変わるため、適切なサポーカーを選択することが重要です。ウマ娘育成の楽しさ。ウマ娘の育成は、まさに自分だけのオリジナルウマ娘を作り出す、創造的な活動です。ステータスやスキル、そして育成方法を組み合わせ、自分だけの最強のウマ娘を作り上げることが、大きな喜びです。時には、育成目標を達成できない挫折を味わうこともあるでしょう。しかし、それでも、諦めずに努力し、創意工夫を重ねることで、必ず成長を感じることができます。そして、自分だけの最強のウマ娘を育成できた時の喜びは、言
言葉にできないほどの達成感を与えてくれます。まとめ、ウマ娘の育成は一見複雑に見えますが、基本的な考え方さえ理解すれば誰でも楽しむことができます。ステータスやスキル、育成目標、サポーカー、そしてシナリオ、これらの要素を理解し、自分なりの育成戦略を立て、最強のウマ娘を育成しましょう。そしてレースで勝利し、喜びを分かち合い、共に成長していく喜びを味わってください。さ、タサも一緒にウマ娘の世界を楽しみましょう。おやすみなさい。睡眠導入、ウマ娘育成の疑問を解決。優しい解説でぐっすり眠れる夜を。ウマ娘の育成って奥が深いよね。サポートカードや育成欲しい、スキル継承、悩んでる人も多いんじゃないかな。例えばスタミナと根性に特化した育成が難しいと感じたい。ウマ娘の育成段がキャラによって違うのか疑問に思ったり、シナリオの意味や継承方法がわからなかったり。評価ってどうやったらもらえるの？そんな育成に関する疑問をわかりやすく解説していくよ。難しい言葉は使わず、優しい言葉で説明するから安心してね。サポートカードとレンタルウマ娘について。サポートカードは育成中のウマ娘のパラメータを底上げしてくれる重要なアイテム。育成目標や得意な育成方針に合わせて適切なサポートカードを選ぶことが大切だよ。レンタルウマ娘は強いウマ娘を借りて育成を効率化する方法。育成に役立つスキルを持っているウマ娘を選ぶことでよりスムーズに育成を進められるよ。スタミナ、根性育成のポイント。スタミナと根性に特化した育成は確かに難しい面もあるね。育成ターンの違い。ウマ娘の育成ターンはキャラによって異なるよ。育成シナリオについて。育成シナリオはウマ娘のストーリーと成長に深く関わる重要な要素。継承方法。継承は親ウマ娘から子ウマ娘にスキルを受け継ぐことができるシステム。評価の取得条件。評価は育成で高いレベルに到達することで得られる評価。具体的な解決策。サポートカードは育成目標や得意な育成方針に合わせて選ぶ。メンタルウマ娘は育成に役立つスキルを持っているウマ娘を選ぶ。スタミナと根性の育成では練習メニューを調整したり、サポートカードを工夫したりする。育成ターンはウマ娘の個性やシナリオによって調整が必要。育成シナリオはストーリーを楽しむとともに育成方針を考えるヒントになる。継承は親ウマ娘のスキルを見極めて子ウマ娘に最適なスキルを継承する。評価は育成目標を高く設定し努力を重ねることで取得できると。このように育成に関するような疑問を解決していくよ。難しい用語は使わず優しい言葉で説明していくので安心してきてね。一緒にウマ娘の世界を楽しみながら眠りに落ちていこう。おやすみ。そう、ウマ娘育成論。ゴールドシット育成で掴む四股の輝き。夜空に輝く星を眺めながらゆったりと呼吸を整えてください。今日はウマ娘の育成、特に奥のトレーナーを魅了するゴールドシップの育成について深く語り合いたいと思います。ゴールドシップ、その名前を聞いただけで情熱的で本舗な走りが目に浮かびませんか？彼女はまさに走る技術家。その自由本舗なスタイルの裏には並外れた才能と勝利への強い意志が光ります。しかし彼女を育成するのは
決して簡単なことではありません。彼女の個性と向き合い、彼女の魅力を引き出すには、トレナとしての深い愛情と、戦略的な育成計画が必要です。さあ、一緒にコルドシップの育成に挑みましょう。まずは、彼女の性格を理解することから始めます。彼女は、自由奔放で我が道を行くタイプ。時に、練習に身が入らないこともありますが、それは彼女が自分のペースで、最高の走りを目指しているからなのです。決して焦らず、彼女のペースに寄り添い、地に厳しく、火に優しく、彼女の才能を開花させてあげましょう。次に、重要なのは育成方針です。コルドシットは、スピードとパワーに優れた馬娘ですが、スタミナに不安を抱える一面も持ち合わせています。そのため、育成においては、スピードとパワーを強化しつつ、スタミナもしっかりと鍛えることが重要です。特に、長距離レースを目指す場合は、スタミナ不足が致命傷となる可能性があります。具体的な育成方法としては、トレーニングメニューを屈することが有効です。例えば、スピードとパワーを強化するためには、スピードトレーニングとパワートレーニングを重点的に行い、スタミナを補うために、スタミナトレーニングも積極的に取り入れましょう。また、レースに出場することで、実戦経験を積ませ、彼女の才能を磨いてあげましょう。コルドシップの育成は、まるで、一人の人間を育てるようなものです。彼女の個性に寄り添い、愛情をかけて育てていくことで、彼女は最高の輝きを放ち、あなたに忘れられない感動を与えて、くれるでしょう。さ、夜空の星が、あなたを優しく見守る中で、コルドシップと共に、四股の輝きを目指しましょう。睡眠堂に、馬娘育成で心が安らぐ、優しい育成論。こんばんは。今日は、馬娘の育成に疲れたあなたへ、心安らぐ育成論をお届けします。馬娘の育成って、楽しい反面、なかなか思うようにいかないことってありませんか？強い馬娘を育成しようと、必ずにトレーニングを重ねても、なかなか目標に届かなかったり、最後のトレーニングで、迷ってしまったり、時には、化粧する馬娘の育成に苦戦したり、溝の馬娘の実装を待ち焦がれたりすることもあるでしょう。でも大丈夫。あなただけのペースで、ゆっくりと育成を進めていきましょう。焦らず、馬娘との絆を育むように、優しい気持ちで育成を進めていくことが大切です。例えば、育成中の馬娘に、あなた自身の経験や思いを重ねてみるのはどうでしょうか。この子は、どんなレースで輝きたいんだろう。どんな夢を叶えたいんだろう。そんな風に考えてみると、育成は単なる義務ではなく、あなたと馬娘の特別な物語になるかもしれません。時には、育成に疲れたら、レース結果に一喜一憂するのをやめて、馬娘たちの日常に目を向けてみましょう。トレーニング中の真剣な表情、レース後の安堵の表情、そして、あなたとの触れ合いの中で見せる、愛らしい笑顔。そうした馬娘たちの姿を見ていると、心が穏やかに満たされていくはずです。馬娘の育成は、決して難しいものではありません。大切なのは、あなた自身のペースで、心を込めて育成することです。そして、地には、育成から離れて、ゆったりと馬娘の世界に浸ってみるのも良いでしょう。そうすることで、きっと、あなたと馬娘の関係は、より一層深まるはずです。さ、明日も、優しい気持ちで、あなたと馬娘の物語を紡いでいきましょう。ゆっくりと、穏やかな夜をお過ごしください。ミサソ、馬娘育成の奥義、知られざる選択肢の力と、真の声を聞くたび、夜空に輝く星を見上げながら、あなたも、きっと、馬娘たちの輝かしい未来を夢見ていることでしょう。
育成の道は長く、試練に満ち溢れています。スピード、パワー、スタミナ、どれを伸ばせばいいのでしょうか。育成中の馬娘に、どんなスキルを化粧させればいいのでしょうか。時には、迷い、不安になることもあるかもしれません。でも大丈夫。あなたには、もう一つ、大切なものがあることを忘れていませんか。それは、あなたの心です。育成中の馬娘は、まるで今日のように、あなたの心の声を映し出してくれるでしょう。彼女たちの表情、言葉、そして、字には見せる、小さな変化。それら一つ一つに、あなた自身の心の奥底に眠る真実が隠されているのです。例えば、育成中に現れる選択肢。一見、どれも同じように見えるかもしれません。しかし、よく目を凝らしてみてください。そこに示された言葉は、あなたの心の奥底に眠る願いを、そっと語りかけているのではないでしょうか。スピードを上げるべきか、それともスタミナを鍛えるべきか。です。このスキルを継承させた方がいいのか、それとも別のスキルを選んだ方がいいのか。答えは、あなたの心の奥底にあります。彼女たちの施錠を願う、あなたの心の声に耳を傾けてみてください。きっと、正しい道が見えてくるはずです。育成は、単なるステータスの筋を上げる作業ではありません。それは、あなた自身の心の施錠の物語なのです。彼女たちと共に歩む道のりの中で、あなたは、今まで知らなかった自分自身に出会うかもしれません。そして、ある日、あなたは気づきます。育成は、彼女たちを強くするだけでなく、あなた自身をも強くする、かけがえのない経験だったと。さ、今夜は、ゆっくりと目を閉じ、馬娘たちの優しい姿を思い浮かべてみてください。そして、あなたの心に語りかけてくる、静かな声に耳を傾けてください。きっと、あなただけの答えが見つかるでしょう。エミンドに、馬娘育成で、心が安らぐ。長距離馬娘育成の極意を語り合う夜。こんばんは、馬娘トレーナーの皆さん。今日は、夜空に輝く星のように、穏やかな気持ちで、馬娘育成について語り合いたいと思います。最近、長距離馬娘の育成に悩んでいるトレーナーさんも多いのではないでしょうか。特に、シナリオでの育成は、イージーやサポーカの組み合わせ、そして育成方針によって大きく結果が変わってきますよ。ね。例えば、サイデンス・スズカのような、スピード型の馬娘を長距離で育成する場合、イージーやサポーカ選びは慎重に進める。必要があります。スピード維持を多く継承させつつ、スタミナや根性を強化する維持も、バランスよく取り入れることが重要です。サポーカは、スピードとスタミナを同時に強化できる角を組み合わせるのがおすすめです。また、育成シナリオも重要な要素です。ファイナルズでは、レースの難易度が高く、長距離レースも数多く組み込まれています。そのため、シナリオで長距離馬娘を育成する際は、レースで勝利できるよう、しっかりと戦略を立てて臨むこと。が大切です。さらに、育成中の馬娘に化粧した馬娘の育成状況も、最終的な能力に大きく影響します。例えば、ゴールドシップのような、タワー型馬娘を化粧する場合、その馬娘の育成状況によって、化粧される能力値が、変わります。そのため、化粧させる馬娘の育成にも気を配る必要があります。長距離育成は短距離育成に比べて多くの要素を考慮する必要があるため、地には悩んでしまうこともあるかもしれません。ですが、落ち着いてじっくりと育成計画を立てていけば、必ず理想の馬娘を育成できるはずです。さ、
一緒に穏やかな夜空の下、ウマ娘育成の楽しみを分かち合いませんか。ネット上のような仮想小距離育成って難しいよね。インスタサポカの組み合わせが分からなくて困ってたけど、この動画で色を参考になった。ファイナルズでの長距離レースは本当に難しい。でもこの動画で戦略を立てて臨む方法が分かったから、次は勝てる気がする。ゴールドシップの育成は難しいけど、この動画のおかげで理解できた。今度こそ最強のゴールドシップを育成してみせる。この動画があなたにとって穏やかで心地よい夜を過ごすための助けになれば幸いです。無理に誘う馬娘育成の極意、悩みを解決して最高のレース。夜空を見上げればここと星が輝いています。静かな夜に優しい音楽を聴きながら、ウマ娘の育成について語り合いたいと思いませんか。あなたはきっとウマ娘の育成で異様な悩みを抱えていることでしょう。サポート稼働選びに迷ったり、目標レースで競合相手に苦戦したり、育成の運に採用されてしまうことだってあるかも知れません。妊娠社会でなかなか理想の意思を継承できない、シナリオでの育成に苦労する、そんな悩み私にもよくわかります。でも大丈夫、あなただけの最高の馬娘を育成するための秘訣、私がお教えします。例えばサポート稼働選び、これは育成の基礎であり最も重要な要素の一つです。目標レース、育成馬娘の特性、そしてあなたの戦略、ような要素を考慮して最適な組み合わせを見つける必要があります。でも心配しないでください。私は経験豊富なトレーナーとしてあなたの育成をサポートする最高の稼働選びのヒントを伝授します。そして育成の運に左右されない方法も伝授します。育成は確かに運要素が大きいですが、戦略を練り効率的にトレーニングすることで運の悪さをカバーすることができます。私のノウハウを活用すればあなたは最高の潜在能力を引き出し、理想の馬娘を育成することができるでしょう。もちろん維持主会やシナリオでの育成についても具体的な解決策を提示します。難しい意思継承も効率的な主会方法を学ぶことで必ず成功に近づけます。シナリオでの育成は多くのトレーナーが苦労するポイントですが、私のアドバイスに従えばスムーズに育成を進めることができます。眠りに誘う優しい音楽を聴きながら、一緒に馬娘の世界を冒険しましょう。そして最高のトレーナーとしてあなたの育成をサポートします。さ、一緒に最高の馬娘を育てて、レースで勝利をつかみましょう。寝る前に聞きたい馬娘育成のお悩み解決ラジオ、眠りへ誘う育成の極意。馬娘の育成って難しい、そう思っているあなた、夜布団に入ってからも馬娘の育成のことばかり考えてなかなか眠れない、そんな経験はありませんか。私も馬娘を始めた頃は育成に夢中になってしまい、夜遅くまでプレイして睡眠不足に悩まされたものです。でも今では育成の楽しみを存分に味わいつつぐっすり眠れるようになりました。それは馬娘の育成について様々な情報やノウハウを学び、自分なりの育成方法を確立できたからです。この動画では私が実際に経験してきた育成のノウハウをわかりやすく解説していきます。例えば、過
このレース結果を詳しく見ることの重要性。ステータス1200以上を目指すための具体的な方法。新シナリオでの相談で色を変える際のポイント。育成回数の確認方法。強力な馬娘を作るための秘訣。など。ような情報、あなたに優しい言葉で語りかけていきます。この動画を見れば、あなたもきっと、馬娘の育成について理解を深め、ぐっすり眠れるようになるでしょう。さあ、一緒に、馬娘の育成の世界を冒険しましょう。コメント欄には、様々な意見が寄せられています。この動画のおかげで、育成がスムーズになった。優しい語り口調で、眠くなるほどリラックスできる。具体的な方法がわかりやすく説明されているので、実践しやすい。育成に関する疑問が解消されて、ストレスから解放された。など、僕のプレイヤーから好評。出ています。あなたも、ぜひコメント欄に感想を書き込んでくださいね。それでは、一緒に、馬娘の育成を楽しみましょう。睡眠後に、馬娘育成で、心が安らぐ。優しい育成論で、明日も元気に駆け抜けよう。こんばんは。今日もお疲れ様でした。馬娘の育成に熱中して、気づけば夜遅くに、なんて危険はありませんか。この動画では、馬娘の育成を、より穏やかで優しい気持ちで行うための方法、一緒に考えていきたいと思います。育成回数を重ねても、なかなか良い結果が出ない。評価を目指したいけど、どこから手をつければ、いいか、わからない。恋しようなんて、夢のまた夢。そんな悩みをお持ちのトレーナーさんも多いのでは、ないでしょうか。確かに、馬娘の育成は、共同心が刺激される側面も持ち合わせています。しかし、本来、育成とは、愛情をかけて、その子のポテンシャルを引き出す、温かい恋のはずです。この動画では、競争心ではなく、愛情と癒しを軸に、馬娘の育成に臨む方法を紹介します。一焦らない、無理をしない育成。まず、大切なのは、焦らないことです。馬娘の育成は、短距離走ではありません。じっくりと時間をかけて、彼女たちの成長を見守る、マラソンのようなものです。毎日、少しずつでも良いので、愛情をかけて、トレーニングやレースに励みましょう。焦って無理をすると、心も体も疲れてしまいます。時には休息も必要です。2、個性を楽しむ育成。馬娘には、それぞれ個性があります。短距離に強い子、長距離に強い子、スピードに特化した子、スタミナに特化した子。彼女たちの個性を受け止め、その魅力を最大限に引き出す育成を目指しましょう。例えば、短距離に強い子が、長距離レースで活躍する姿を見られたら、それは大きな喜びになります。彼女たちの可能性を信じて、一緒に成長を楽しんでいきましょう。3、目標は癒し。育成の目標は、強い馬娘を作るだけではありません。彼女たちとの絆を深め、彼女たちの成長を見守る喜びを味わう、育成を通して心を癒す。そんな目標。も、大切です。イエスに勝つことだけが全てではありません。彼女たちとの時間を大切に、穏やかな気持ちで育成を進めていきましょう。4、睡眠の匂い育成法。夜、なかなか眠れない時は、馬娘の育成を、睡眠の匂いとして活用してみましょう。優しいを流しながら、彼女たちの育成に集中することで、自然と心が落ち着き、眠りに誘われるかもしれません。育
生の糧で、彼女たちの可愛らしい姿や、懸命に走る姿に心が癒され、穏やかな気持ちで眠りにつけます。ありがとうの気持ちで、育成を終える際には、彼女たちへの感謝の気持ちを込めて、ありがとうと、伝えてあげましょう。彼女たちの頑張りのおかげで、私たちは奥の喜びと癒しをもらっています。ありがとうの気持ちは、彼女たちの心を満たし、さらに絆を深めてくれるでしょう。この動画があなたにとって穏やかな馬娘育成のヒントになれば幸いです。明日も優しい気持ちで馬娘たちと素敵な時間を過ごしましょう。おやすみなさい。